5時からを見据え終盤に逆転しました。渡辺正和に2勝目がついています。ではルーキーながら勝負強いバッティングを見せた小久保選手の声をお聞きください。久しぶりにね、いい活躍ができましたんでね、それがまた勝ちにつながったっていうんでやっぱり嬉しいですね。ファンの皆様に一言お願いします。まだまだ、優勝を目指して頑張ってますんで、これからもどうぞ応援してください。ありがとうございました。